福ちゃん、はい、おはようございます。緑豊かな横畑邸へようこそ。はい、菊ちゃん、こういう会心の時って大体何かあるでしょう。確かに何かを買って仕入れた時だったりとか、うん、ここ最近菊ちゃん、はい、ちょっと、はい、会ってない時期ありましたよね。はい、こういう時って何か大体起きるでしょう。いや、動画は見ましたよ。はい、宮古島で、はい、やべえインパルスとか、あれは見ましたけど、あれは始まりに過ぎません。いや、あれ相当やばいっすよ。じゃあ早速見てみましょうか。え、あるってことですか。菊ちゃん、はい、奥にシートが被ってる何か。車ありますね。はい、え、車やばいな。車、菊ちゃん、普段にないロングノーズ、はい、いや、ちょっと待ってください。それではオープンザシート、怖いな。え、え、なんですか。え、どういうことですか。菊ちゃん、え、なんですかこれ。ジャパン、どうしたんですか。マサボー君のジャパンを私が譲り受けました。はい、え、いや、そんなわけない。菊ちゃん、はい、答えは簡単でございます。はい、ついにマサボー君がジャストーンにてマフラーを作ると。なるほど、はい、そして、はい、来る80ミーティングに、はい、このジャパンで参戦するという。なるほど、はい、そういう企画でございます。すごい、菊ちゃん、宮古島から。そうです、ここに来たんですか。そうです。すげえ、もうあんだけシャコタンだったマサボー君の車は、はい、シャコタカになり。なるほど、確かに。確かにね、菊ちゃん、はい、この車、はい、フェリーに乗せてくるんですけど、はい、ね、僕たちがほらあのよく乗ってるようなカーフェリーではなく、はい、パレット積みなんですよ。だから最低地上高が15センチ以上、本来車検って9センチなんですよ。はいはい、もう車高をめちゃくちゃ上げて、そして今日ジャストーンに入庫、そして、はい、もうフル駅を中丸氏に作っていただき、すご、はい、そして、はい、来る80ミーティングにこれで目立っちゃうという。ね、そういう内容でございます。マサボさんもじゃあこっち来て、あさってかな、来ますんで。すごい、はい、去年テンション上がってましたから、ね、そうです。マサボ君はね、やっぱね、無口ですけど、はい、熟女パブと車の前では、いや、車の時とテンションで上がり方がその尋常じゃないからね。そうです、そうです。マジでね、車の話はマサボー君は意外と詳しいですから。そうですね、はい、車見てる時のマサボーさんは。というわけで、はい、菊ちゃん、本日は早く来ていただいたにはわけがあります。はいはい、ジャストーンに参ります。わかりました。うわ、でもすげえ。これは、はい、キャブ車なんだね。あ、はい、エンジンかけるのも、はい、あの教わりました。あ、ほう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 、一発ですね。でもブツブツ言ってますけど、はい、もうこれソレックスですから。ほうほう、重いですわ。あ、そうなんですね。大変だ。はい、じゃあね、はい、じゃあ、はい、というわけで、はい、今から一緒に参りますよ。はい、よろしく、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。
荷クラッチ、はい、重すぎて、はい、もう地獄ですよ今の渋滞ちょっとね朝の渋滞にハマってますけど、キキちゃん、はい、本当、はい、快適性という言葉のね、はい、全てを削ぎ落とした車ですね確かに助手席乗ってるだけでも運転大変そうだなっていうマジでパワーステ、はい、ね、パワーウィンドウついてるのに、はいはいはい、本当は快適さを追求してるグレードなのに、はい、いやなんでマサボークこんな乗りにくくすんのかなそれがほら、はい、もういい音って言う人もいるかもしれないけど、はい、ね、荒々しくて、はい、俺にはもう直感のトラックみたいなのなんかパワーありますね。あのパワーはめちゃくちゃある、はい、伸びがすごい。ああそうですか、まあ、L28、はい、回3リッターかなんかで、はい、めっちゃ中もいじってるらしい。あ、やっぱりそういうことですね、はい、さすがマサボーさん。でも、はい、ね、はい、やっぱ俺昔もう18歳当時と変わってないですよ、やっぱ思考は。はいはいはい、やっぱり俺あのこういう荒々しいっていうより、はい、あんま好きじゃないんですよやっぱ俺ハイソカーが好きなんで、ね、だから箱須賀県名にジャパンときてどんどん快適になってるはずなのに、はあはあ、ジャパンでこれをやっぱりちょっと乗りにくさが、いやほんと、まあ、いじっちゃってるからって言ったらもうそれまでですけど、はいはい、やっぱ俺はハイソカーが好きです、はいね、快適に乗りたい。やっぱり70年代じゃなくて80年代が好きです。でもこいつも言うても、はい、初期型が多分53年ぐらいなのよ。で俺のチェイサーが54年なんで、はいはいはい、俺のチェイサーが80年なんですよ。あ、じゃあもう1年2年しか変わんないんです、ね、だからこれは初期型だったら53年とか50だから本当に同世代なんですよ。へえ、なんかそう考えると確かにちょっと違うな。もう坂根のこのこれもう強化クラッチって なんで。いやだからパワーを伝達しきれないんでしょ、はい、あのエンジンいじっちゃってるから。はあ、だからあの2000のノーマルのミッションじゃ、はいはい、パワー不足ってことでしょ。あ、そういうことなんですか。はい、いやマジで、はい、もう本当片足だけ、はい、激太になっちゃう大変だなこれ。本当だよ、本当なんか、はい、やっぱマサボー君っぽい音、はい、もうあのやっぱジェントル。あ、でもそうっすね、もうあのー、多分、はい、短パンにサイレンサー詰まりすぎてよ、はいはい、パワー出し切れてないんじゃねえか。ああなるほど、うん、だからこれもマサボー君は、はい、なんかあの吊るしのマフラーを通販で買ってつけてるだけだから、はい、へえ、うん、だから別に音が悪いわけじゃないですけど、うん、うわいい音っすねとまではやっぱまだ、うん、詰まってるって感じするよね。いや感じはありますね。あ、だタコ足とか、はい、全部入ってんのに、はい、なんか詰まってんなこれみたいな。だってズオーしか聞こえないもん。横にはやっぱ Z もそうですけど、ズオー関係はあんまり。嫌い。いやでも本当そう考えると、はい、サタ君のね、はいはい、ローレルは、はい、すっごい乗りやすいのよ。あ、そうなんすか、うん、やっぱあれエンジンがほら言うても、はい、最新型って言ってもあれも90年代のエンジンだけどさ、はい、ね、RB、はい、やっぱ RB はもういいわ。乗りやすいんですか。乗りやすい。やっぱ俺は本当に、はい、エンジンは現行型、はい、そうっすね、うん、よっしゃ、はい、もうね、はい、だいぶ慣れてきましたわ慣れてきた、はい、これはやっぱ慣れだね。なるほど、うん、いや確かになんか車乗ってる楽しさみたいなのはやっぱありますけど、あれあれあれ、そして何がいいって、はい、ね、はい、昔のシャコタンみたいにやっぱ跳ねない、右足回りが入ってるから。あ、そういうことです ね。そして、はい、もう到着します。来ます ね、はい、いつもながらのキャストン、はい、はい、よいしょ。うわ、あれ何ですか。あれこの車さっきいたな。ちょっと見慣れない最新の BM 止まってましたよ。どうしようかな。すでに中丸診断が始まってますか。菊ちゃん、はい、おはようございます。ね。もうね、中丸くんっていうのは、はい、もう興味津々でねL28 がどういう仕様かというのを今事細かく見ております。
ね、中丸くんはこういうのが分かるからこそ、これに合わせたマフラーも作れると。なるほど。そして、まるでね、私の存在を分からないかのように、もう没頭しております。見えてないぐらいの。そうです。ね。初めて見る車にはもう勝てないですね。そうです。うん、中丸くん、はい、どうですか、うちのスカイライントラックは。スカイライントラックこれマジで乗り心地はトラックにしたからもう車高上げてんすよ中丸くん、はい、改めておはようございます、ね、いいキャップ持ってますね見てください。 あれ出た新作のあー本当だ色が入って、ね、このロゴなんです色が入って私はキャップも、はい、T シャツも持ってます。いやー、はい、いいですね。だから多分お兄ちゃんがはいデザインしたんで、はいはい、これはアメリカのね、ちょっとメガニックっぽい、はい、最新の紺色で、ね、最新デザインですね。私を持っております。いや自慢してるじゃないですか。ね、今日は中丸くんのところに、はい、何をしに来たかというと、はいはい、あの私ですよね、はい、いつもお世話になってる、はい、宮古島のマサボー君、はい、ね、もうマフラーを中丸くんに作ってほしい、はい。いや確かに言ってましたもんね。まあ、かなり前から。もう遠慮の塊みたいなマスボー君がそこまで言うんですけど、はい、私はもうお願いしたわけです、はい、そしたら中丸君も快諾してくれて素晴らしい本日に至るわけでございます。はあ、まあ、もう任せますと、はい、もうあのこうしてくれ、ああしてくれはないです、はいはいはい、もうプロの方にお任せします、はいね、こういうことなんで、はい、今日は中丸君がどういう味付けのマフラーをね、はい、作ると、はい、そういうことでございます。楽しみ。中丸君何かありますか、今日こういうのにしようみたいな。まあとりあえず持ち上げて見て、はい、はい、どうするか、その場で頭で決めるって。うわ、はい、いいですね、アーティスト。アーティスティック、本当に。うん、というわけでね、はい、本日は中丸くんにお任せくださ、はい、ちょっとお手伝いできることはさせてもらいます。まあ正直、はい、何もないでしょう。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。ね、今日、タケヤくん来てるから。あ、もうすいません、本当。二、ね、人いたら、ちょっと我々、何も手元にもならないかもしれないですけど。ただ喋ってるだけですから。はい。言うなれば、黒潤チャンネルみたいな。ああ、まあそういうことですね。おしゃべりしてれば。そう、はい、黒瀬くんは、自分が一滴も出てないのに、ずっと声の出演です、ね。そうですよね。まあそうですね。十分いい音じゃないですか。ここで聞くとなんかランボルギーニみたいな音。あれ十分いい音するじゃないですか。あれなんか乗ってる時すぐバットの感じした。なんかブルジュアルのマフラーだと思ったら、うん、なんかそうでもないんですよね。はいはい。だから案外そんなめちゃめちゃ抜けが悪いわけではなさそう。俺の国評はただの悪口だった。ただやっぱ触媒がついてるんでこの年式だと。うんうんうん。やっぱ触媒のところでね、抜け悪いですね。あ、そうなんですね。触媒のところをどうするか今考えてます。触媒の前後のパイプがちょっと細いんで、そこをちょっと広げてあげる。触媒のパイプ自体を加工してあげればもうちょっといいんじゃないかなって。それでね、エンドは俺が。羽にしようって言ったんだけど、かたくなにストレートでいいって言ってた。へえ。え？と思ったんだけど、いや、それもいいんですけど、なんか下にアンダーカウルをつけてるから、ね、なんかとか言ってたから、へえ、ずっと俺は羽上げにしようって言ってた。かたくなに。こだわりがあるんですね。あのミスター従順なマスボー君が、そこはかたくなに言ってたから、本当に嫌なのかなと思って。ストレートでいきたい。俺はもう全部、もう、はいはいはい。さあ、ちょっとこの。どこが吸ってるの？吸ってるのはここですね。あ、本当だ。うん、ここ火じゃないですか。マサボ君、この吸るのがすげえ気にしてましたよ、はい。まあまあ、通り方は変えればいいんで。で、ここデュアルになってるじゃないですか。はいはいはい、結局ここがシングルなんで、ここまで。はい。ここをデュアルにする意味は全く持ってないんですよ。へぇー。格好ですよ。へぇー。全く持ってないんですよ。この前からね、タコ足ここに
2個になるじゃないですか、はいはいはい、こっからずっとデュアルで弾くのは、まあ、要はフルデュアルってやつ、それだったら分かるんですよ、ここまでこう触媒ついてるからどの道1個でまとめなきゃいけない、はいはいはい、ああそうね、で、うん、そこからなんかデュアルになってるのどうしてみたいな感じなんですね、見た目かね、まあまあまあ見た目ですよね、触媒ちっちゃっ、スポーツ触媒、へえ、これをだからもうちょっとちょこっと上上げて、はいはいはい、触媒もまだ上げる余地があるんで、ね、全然あるの、はい、本当ですね、ここ上げてあげて、うん、マフラーもこんなとこ通さないで、うん、もっと内側通して、うん、このくぼみを使うんですよ、うん、このくぼみを利用してヒューって通してあげれば、ちょっとスマートにすらなくもなるし、はい、中丸くん、俺が言ったこと1回で覚えたのかいや今日俺たちは邪魔をするという、はい、いや本当ですよ作業のね手順悪くしちゃうだけですただ邪魔をしてるだけで、うん、最悪いやすげえなでもいいんですよね、オンリーマニアス、一番いいっすね、一番いい、そうよ、ちょ分かってないです分かってなかった、何オンリーマニアス、エンジンがオンリーマニアスマニアブロックって言って、キャブ用、キャブ車用の、要は初期の Z の一発エンジンのブロック、一番強度があるんです。へぇー。で、ヘッドが E パッパーって言って、L24 とか、240Z とかのヘッドが使ってるんで、この組み合わせが自分的にはいいなと。うわ、すげえ。じゃあ、はい、そういうこと。そういうこと。分かってる人が作ったエンジンだなって。ほぉー。中丸くんの太鼓判が出るってことは相当ですよ、はい、ねえ、本当ですね、さっき吹かせた感じもエンジンフィーリングすごい良かったんで、 L 型って組んだ人でもう全然エンジンの性格変わっちゃうんですよ、はあ、同じ部品使ってても変わります、うん、うわ、だからすごい組んだ人はとってもとっても上手な人、丁寧で上手い人ってことですね、俺だけどな今初めて聞いてるのに話初めて聞いてるんですから、そんなこと思わずに来るんだからさ天才の言い方、そういう、あ、そんな感じだったのね、普通にやってたら周りが褒めるんだよねみたいなじゃあ、はい、俺は絶対何いや本当に邪魔しに来てるだけですまず最初マフラー外して、はい、はい、ですかね、もうね、マフラーを、ね、外せる少しでもやれることを探さないと、そうそうそう、やらないとさ、さすがにさ、俺もさ、お前何しに来たんだよって前から外したのに、確かに、いやでも本当に綺麗だな、ね、宮古島の車とは思えない、マジで宮古島の車さ、やべえぐらい腐ってる車しかないの、本当に錆びてるの多いですもんね、やばい、だって向こうにあるココスカとか屋根とか全部ねえもん、いや全部ない、いやマジでびっくりしたのよ、ね、もう口果てて、て東洋でやられてる、山奥さんで通しても元より多分2センチ以上上がる、ほう、マサオくんさ、はい、あのガレージがねちょっとスロープになってんのよ、あ、なるほど、そのたびに腹するから、うん、それが気になっちゃって、ここだと思うんですよ、ちょっちょいぐすいもんね、障害気がする、足のストレスね、うわ、それなくなるだけで全然違いますね、ここがやっぱり一番いい、ほう、確かに隙間あるもんな、結構いいね、だからこれがまあ苦しいでしょう、ね、絶対にね、つく、まあそういうことですよね、そう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 、どっか当たるよみたいにならないように少し余裕を、そして今おっしょさんはイメージトレーニングをこうしていこうっていう、そうですね、これがでも本当に大事ですよね、おっしょさんがどれだけ満足な仕事ができるかサポートするのが設置なんですね、はいはい、おっしょさんって呼んでるんですかなるほど、ね、ベッチの横にがいろいろ準備整えて、おっしょさんがいよいよ師匠が動き出すわけですね、いやこれさ、マジでこんなジャパンのね腹下を永遠に見れるなんて、これジャストオンチャンネルじゃねえや、ガレ横だわ、ジャストオンチャンネル、俺もこれジャストオン撮ってる気持ちになってたよ、あ、いけるいける、
ね、おいけたいけた。いやこれさ作る側もさ考えないとだよね。本当ですね。ああここはやっぱ差し込みにしないと。なんか取れました。取れました。取れました。いやこれ大変だよね。なんか入れ方とかあるのなんかトラックのマフラーみてえだな。もうこれは階段状になってるんで、うん、いやこなんでこんな作りにしたんだろうね。真ん中でジョイント欲しいよね。普通はね、でもジャパン用のマフラーって、うん、そんなところで差し込みになってないんですよ。ちょっと変ですね。うん、こっからでございます。はい、ね、自分はスムーズに脱着できるマフラー作るんで。やっぱりなるほど、そういうことですね。こんな苦労はもう二度とないってこと。菊ちゃん、そういうことよ。そういうこと。外せない、つけれないが一番最悪の事態なんで。そんなに溶接するじゃないですか。はいはい、さて外すか。やっべ外れねえって。そんなのは昭和の溶接先ありマフラーだけで十分なんですよ。外すこと考えてない。そうです。まずつける。そうです。はあ、はあ、そういうことね。すごいな、もう、はい、泣きとパワーだ。はい、はい、つきましたが。どうでしょう。はい、うわ、まさかでしょ。神奈川の地で。そうよ、だからマサボー君はほらもともと神奈川にいたからベイブリッジとか乗りたいらしい。そうだから我々がバイクで九州行ったりとか、うん、自分のバイクで走るいいなみたいな、うん、思うように。そう、それも朝坊さんになって特に宮古島で基本動いてる人ですから、ね、そうだよ。でね、やっぱり青春時代過ごした、やっぱ松坊君ほら高校卒業して神奈川で一生懸命働いて、それで宮古島に戻って会社を起こしたわけじゃないですか。だからね、その青春が詰まった神奈川の地をジャパンで走りたいらしいです。あの遠慮がちなね、マサボー君が走りたいっていうのは、なみなみならぬでしょう。本当そうですね、はい、自分からそんなことはね、言わない人ですから。そうでしょ。そう、いや本当なんです。だからその夢は俺はもう何があっても叶えたいと思ったわけでございます。